フロンターレ史上最高のユニフォームは、かっこリミテッド含む。これ多分女性がいたらまた違うのかもしれないね。あの男性と好みちょっと違うじゃん、ユニフォームってさ。でもなんとなく俺結構似てきそうな気がするんだよ。これデザインっていう意味でいいですか、それともなんか思い出とかも含めですか。いや、どっちかっていうともうユニフォームとしてのデザイン。デザイン。デザイン。あ、デザインだったら俺これかな、うん。あー。デザイン。うん。いやー、だけど。いやー、迷うな。迷うな。いいのかな。デザイン。え、シュウさんってスタジアムでいつもユニフォーム着てましたっけ。全く着てないです。そうだよ、ね。はい、持ってはいますけど、全く着ないですね、僕は。青年さん持ってないですね、基本黒ですもんね。うん。そうですね。青年さん、私服です。私服ですね、基本的に。私服。黒、黒、黒。スタジアム、スタジアム行くとき、私服って言われるのダセーな、なんか。確かにね、私服だよね、いつも。書けましたか？いやー、これはね、俺、衝撃のユニだったな。うん、面白い。フロンターレ史上最高のユニフォームといえば、はい、いきます。せーの。2016はめっちゃ迷った。2016前、俺もそれ、うん、やっぱり2016かこれかなと思った。今だけるやつ、そう、あの衝撃的だったのアウェーっつったら白みたいなさ、ちょっとこのユニを見た時に買うなって思ったもんね。宇宙兄弟ね、宇宙兄弟ですね、宇宙兄弟ね。うん、僕はこれ大好きですね、宇宙服のやつ、うん、かっこいい。2020年リミテッドね、かっこいいね、黒、黒のやつね、イングランド の, あのユニオンジャックみたいな、うん、かっこいいですね、かっこいい。まあ、ただ2016年のね、ユニフォームね、わかる。わかる。めっちゃわかる。最後の襟だよね。デザインだけで見たらそうです。あと、グレミオの時の、うん。そこまでしてる、うん、あの頃の復刻っていうのもいいなって思った、うん、ポイントですね。確かに、リミテッドじゃなければ、俺も2016年。うん。うん、まあ、2016かな、そしたら。俺も2016迷ったから。ホームがいいもんね、できれば。ごめんなさい、これちょっと。うん。普段着でも着れちゃうぐらいおしゃれだなと思ったから、うん、こんなおしゃれなの作ると思ってアイボリー、アイボリー、アイボリーだよ。女子が着ると、女子が着るとくすげえこれ可愛く見える。俺着ちゃうとダメだよ、ね、だけど2016かな、2016かなこれは、うんうん、宇宙服か、うん、2016、うん、で宇宙服も2016だったっけ。地球だわ。じゃあそう考えると2016年に最強だったの。そうそうそう、なんなら、この年のカップ戦ユニフォームも、うん、あの斜めのアシックス時代の、そうだ、最強な、最強の、あれか、だったんですよ。ああ、そうだ、タスキのやつだった。2016じゃ結構いいんだね、そう考えると、うんうんうん、2016めっちゃかっこよかったっす、正直、うん、そう、男ってやっぱ黒が入ってるやつを好むよね。そうですね、そうだね、うん、強そうに見えるし、いや、そこはね、かっこいいよ、確かに、うん、2016じゃないですかね、これはね、2016ですかね、OK、うん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 、じゃあ、2016ユニフォームがフロンターレ史上最高のユニフォームと、はい、おはようございます。おはようございます。